週のミーティング15点ぐらいの出来だったな。自己評価低っ。あ、もしかして20点が満点とか。ああ、1億点1億。いやいやいや、そんな点数設定してる人いないのよ。1億点中15点、めちゃくちゃできてないじゃん。でもごめん。そう、だから今日はせめて9000万点は取り返せるミーティングをしたい。ハードル上げる。ピクシスの夜空の下でミーティング。皆さんこんばんは、ピクシスの豊田舞です。皆さんこんばんは、ピクシスの伊藤美久です。この番組は私たちピクシスが月曜から木曜までの4日間ビルの屋上という夜空の下で2人っきりの秘密の会議をお届けしていきます。はい、ということでこの番組は毎日違った内容でお届けしていくのですが、木曜日はこちらのコーナーをお届け。ピクシスは女性ユニットです。ドエス。男子リスナーからは女の子への疑問やイメージを送ってもらい、女子リスナーからは私たちに共感してほしい話題を募集して、私たちピクシスは女性ユニットであるということを改めてみんなに認識してもらうコーナーです。ドエ、またドエス。はい、じゃあお願いします。はい、ピクミンネーム、ビシエドさんからです。ありがとうございます。これは僕の意見ではないのですが、明らかに美人な芸能人には、この子、そんなに可愛くないよね、というのに、ルックスで売ってない女芸人には、え？めっちゃ可愛い！え、可愛くない？可愛いよね！というリアクションをする女性は、どういう思考回路をしているのでしょうか。冗談ではなく結構いると思います。確かにね、まあまあ、だから本当に可愛い子にはあんま言わ、なんかあんまりなんか好みじゃないなみたいな。言われるほど私そんな可愛いと思わないんだよなっていうのに、うん、女芸人に対しては、うん、え、めっちゃ可愛い、可愛いって言っちゃう。私その女嫌い。でも結構いると思いますって。いる？言ってますよ。周りであんま聞いたことないけどな。可愛い子は可愛いって言う。可愛い子も可愛いって言うと思うけど。可愛いな。まあ女性芸人の人のことも可愛いっていう女子は確かにたくさんいる。でも私はカエル亭の岩倉ちゃんとかめっちゃ可愛いって思ってるけど、うん、ビジュアルももちろんだけど、なんか性格、雰囲気とか喋り方とか、うん、バラエティのやつを全部見て含めて愛しいが入った可愛いになるわけよ。うん、芸人さんだと愛しいが入ってくるわけ、うん、面白いとかね。そうそうそう、面白いとか。でも多分違うよね、言いたいこと。うん、多分。なんだろう、ちょっとこの女性はなんだろうな、こう高いのかな、あれが。なんかプライドというか、友達連れてきて飲み会行こうよって言って自分より可愛い子絶対に連れてかないタイプの女でしょ。すっごい可愛い子連れてくから楽しみにしててね。絶対気に入ると思う。でずーん。私一番。はい、私一番可愛いのやつでしょ。そのタイプの女と同じ女でしょ、うん、多分そういう女はこういうこと言います。同じ女だよね。この女は良くないです。この女はそうだね、あんまりね、ひねがくれてる。ひねくれてることね。ひねがくれてるって言わないのよ。ひねがちょっとくれちゃってる。くれるって、くれとるってなんなん。ひねがくれとる。くれとるってなんなん。くれとるなぁ。そうですね。そうね。だから、まあ、そういう人を見たら、近づかんでいい、うん。不思議だなって思えばいいと思いますよ。マウントを取りたくてしゃあないんや。うん、じゃあ続いて、ラジオネーム、仮面ライター、ケンタオロス。仮面ライター、ケンタロスさん。すごい首かしげたけどね。からです。女子って好きな男の子ができると、はい、夜その男の子のことを考えて枕を顔につけて足をバタバタしてんじゃろ。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 じゃろに相談するぞ。私が。じゃろ。じゃろ。好きな男の子ができたら足をバタバタする。何の、漫画の見すぎというか。アニメの演出。全員だと思ってます？全員これみんな顔を枕にうずめてバタバタしてると思ってる。連絡来たら、うーんってやってると思う？真顔や、真顔でしょ、絶対に。真顔や。みんな絶対真顔だよ。絶対真顔でしょ。レスキューミックじゃん。レスキューミックの顔じゃん。好きな男の子から LINE とか連絡が来ても、こんぐらい？うん、そんなもんじゃない？
嬉しくてもそんななんかニヤニヤしたりとかしないんじゃないの、うん、まあ、うずめうずめバタバタバタ、バタバタは絶対しない。あの男が見てないとそれやんないメリットないじゃん。そんなさ、可愛いこと家で一人でやっててもさ、うん、誰も見てくれないからね。でもさ、だってドラマは視聴者っていう目があるから視聴者の目があるから、可愛いって言ってもらえるもんね。これだったら可愛いじゃん。でも家で誰も見てないところでこうやったって虚無よ。本当。スタートにスンってなっちゃうから、そんな。でなんか男の子とか好きな子が見てたらぶりっ子でやる子はいるかもしれないよ。うん。え、なになにくん嬉しいのあるかもしんない。もう笑っとんねん。8回顔笑ってた。嬉しい小学校で習った温度。温度。かもしれんけど。いや、そうよ。わかんない。いるかもしんない。そうね。知らないだけで。私たちはそう、なかなか見たことないけども。基本的にはその、メリットがない。メリット全部メリットだ。メリットがない、よくないよ。うん、そうね、そんなもんよ。そんなもんですよ。はい、はい、ということでこんな感じで私たち女子ユニットのピクシスに話してほしい議題お待ちしています。以上、ピクシスは女性ユニットですのコーナーでした。ではここで1曲おかけしましょう。ピクシスで13番。ピクシスの夜空の下でミーティング、お送りしてきましたピクシスの夜空の下でミーティング、そろそろエンディングのお時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、そして各コーナーのお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net、 pixis_rf@joqr.net、 ピクシスの綴りは pyxis です。はい、ということで第379回目の放送いかがでしたでしょうか。なんか可愛いね、うん、こう女の子の理想。目死んでるけど大丈夫、私が目生きてた時あった確かにこの回ではなかったかもしれないあったかないやでもそういう理想が男の子にはあるということですね。いや可愛い、そういう可愛い女の子がいるんだろう、みんなそうなんじゃろじゃろってなんやそうなんじゃろうよ、可愛いのって思ってる久しぶりにじゃろって単語聞いたわすぐ相談しちゃうから、ね、はい、それでは今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスの豊田萌恵とピクシスの伊藤美久でした。また来週この屋上で会おうね。バイバーイ。